でね、私ね、基本的に水替えをやらない趣味なんですよ。どうも、おてこ TV の朝日でございます。ご視聴よろしくお願いいたします。こちらのチャンネルはおてこ TV。おてこというのは長野県の一部の地域の方言でございまして、お手伝いとか助手、そういった言葉の意味合いを持っています。なので、まあ、私がね、日々アクアリウムで感じたこと、成功したことや失敗したこと、あと、まあ、実験の結果などをですね、日々、配信していまして、で皆様の、アクアリウムのね、アクアライフのお手伝い、まあ、おてこができればね、幸せかなと、まあ、そういった趣旨で動画を配信しておりますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。そして本日はですね、まあ私ね、水槽11台持っているんですけれども、まあ、さぞ管理が大変なんじゃないかと、まあ、思われる方もいるかもしれないんですけれども、まあ、実はね、そんな大変じゃないんですよ。結構楽にやっております。で、日々はね、やっぱ餌やりはさすがに15分ぐらいかけてやってるんですけれども、まあ、あとはね、1週間に一遍は苔取りで、2週に一遍というか月2回は水質のチェックと、水替えですね。これが1時間ぐらい。なので、まあ11台持っててそれぐらいで管理できるんなら、ちょっと楽の方だと思うんですよ。だいぶ楽の方だと思う。で、まあ一番ね、管理で一番大変なっていうのは水替えだと思うんですよね。まああとね、水質が安定しているので、いろいろごちゃごちゃあんまり水槽いじらない。レイアウトとかもね、頻繁に変える方ではないので、変えたりもしてないですし、トリミングもね、伸びる水草がそんな少ないので、あんまりやってないですね。トリミングもね、あとはほとんどが底面フィルターとスポンジフィルターなんで、まあ、交換部品がないので、まああまりメンテナンス、フィルターのメンテナンスもしてなくて、まあ昨日お送りしたコーナーパワーフィルターが唯一交換部品のあるフィルターになってますね。だからまあだから今年はちょっとチャレンジしてやってみようかなっていうのはあるんですけれども、まあそれぐらい、だからまあほとんど手もかけてないですし、まあコスト自体もかかってないと。まあ、なかなかいいまあ動画やってるからお金かかってますけど、管理すると、最低限の管理するお金っていうのはあんまりかかってないかなっていうふうに思っていますね。でね、私ね、基本的に水替えをやらん主義なんですよ。基本的に水替えを極力やらん主義なんだその主義はみたいな、なんでその主義になったかというのもね、結構ある。まあ動画で話したかわかんないですけど、改めてちょっと話しますけども、私このそのおてこ TV を始める前にですね、レッドビーシュリンプを飼育して失敗してるっていう経験があるんですよね。で、初めはね、やっぱ私も水替えバンバンやる主義だったんですよ。水替えをバンバンやる主義でございまして、で週に何回か、すごいです、週に何回か。でレッドビーシュリンプに関してもそんなにその飼育方法とか知らなかったので、だから点滴法でね、ひどい時は週3とかやってました。でところがレッドビーシュリンプね、どん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 弱っていくんですよ、水替えしてっても。で飼い方もそんなに知らなかったから、今思えばそんなこと やらなきゃよかったなと思うんですけど、でもやっぱ水替えって大なんていうんですか、その時はもう水替えをもう命みたいに思ってたんで、まあ、ゆっくりやれば大丈夫だろうと思って、点滴法で、半日とかやって、で、もう水替えしてたんですけども、結局ね、レッドビーシュリンプは全滅してしまいました。で、まあ、やっぱ反省して何がいけなかったんだろうと思って。で、やっぱね、その、水替え頻繁にしすぎたから、まあ、いろいろな要因もあると思いますけど、いっぱい水替えしてもダメなんだなと思って、で水替えって何なんだと思って、汚れを取り除く、から水替えするんだろうっていうぐらいの認識だったんですよ当時は。
うん、だけど水替えって何なんだろうと思って、でそこからまああの亜硝酸とか硝酸塩とか、まあそこら辺の何て言うんですかね、あとバクテリアとかそういったのに はまっていくんですけれども、うん、まあ動画やる前はそれぐらいの知識、うん、でした。はい。でやっぱ水替えってなんでやるんだろう、で大体みんな1週間に1回とかね、1月に何回って決めてやってると思うんですけれども、まあ、そこをね、その水替えをもうしっかり定義、うん、あの数字でこの、数字で悪いっていう風にきっかり出たら水替えしようということで、あのテトラのね、私も何回も動画してますけれども、テトラの試験紙6-in-1で、あの検査結果が悪かったら水替えしようと、まあそれでやっている結果、意外にも一回ね水槽って安定すると悪くなんないんですよ。はい、本当に悪くなんない。だからあの1年間水替えしないとか、半年水替えしない水槽とかザラです。はい、半分は半年、11台中ある中の半分は半年以上水替えしてないです。うん、で今定期的にやってるのは3台、うん、金魚水槽と、あとエビがね、レッドビーシュリンプが、あれとね、レッドチェリーシュリンプがいる、あのイリスロミクロンのいる水槽と、あとスネイルがやばい水槽その3台は定期的にやってて、あとは本当にまあ2ヶ月にいっぺんやるかやらないかの水槽と全くやらない水槽ぐらい。でも水質はもう全然いいです。水質はめっちゃいいです。はい、なのでまああの水替えね、あのまあいいこともあるとは思うんですけれども、そればっかりがあのいいというわけではなくて、水替えしないっていう、水替えしないように管理するっていうやり方もあるので、うん、まあ語り出せば長くなっちゃうんであれですけども、うん、でまずそこまであの土台を作ってやれば、あの水替えそんなにあのしなくても、むしろ生態だけじゃなくて水草もあのやっぱ水質の変化に弱いものもあるので、うん、だ元気ですしね、うん、なんでまあ水替えをしないっていう選択肢もあるということをちょっと今日お伝えしようかと思いました。チャンネル登録まだの方、まあ、水替えをやらん主義、まあ、極端な話ではございますけれども、まあ、そういうやり方を推奨しているこちらの朝日のおてこ TV、 よければチャンネル登録よろしくお願いいたします。あとね、こういう動画はね結構反論があると思います。水替えしないと、まあ、あの足りなくなるねものもあったりね、あミネラルとかね、そういう添加するのめんどくさいっちゃめんどくさいんで、水替えやった方がいいとかね、まあまあいろいろ反論はあるとは思いますけれども、よかったらまあコメントいただければ、私もね参考にさせていただきますので、よろしくお願いいたします。今回の内容良ければグッドボタン、悪ければバッドボタンお願いいたしますよ、ということでお送りしましたのは私朝日でございました。じゃあ